今回で50回目の審査会ということで、まあ、とても僕が生まれる前からとても歴史のある審査会に今回も参加させてもらってとても嬉しく思っております。で、まあ、すごく最初の方とかたくさんの方応募の中からこう見ていく中で、やっぱり地域性っていうか、それぞれ のそこの県でしか取れないものだったりとかがすごくやっぱりその何ていうかな、その写真の束から現れてて、本当にこういろんなところを見てると僕自身日本全国を旅した気分になるというか、それぞれの県の方、まあ、やっぱりご自身の、まあ、今生活されているところをやっぱこうしっかり切り取るような、やっぱそういうプライドというか、そういうのを感じて、なんかこうやっぱさすが全国に会員の方がいらっしゃる審査会ならではだなというところも感じました。で、まあ、写真に関して言えばこう基本がしっかりしている方がやっぱりこう、なんていうかな、やっぱりいいなと思っちゃうというか基礎ってやっぱり大事だなっていうことをこう写真をこう一枚一枚見ながら思いました。本当にこう自分がここにピント合わせたいってちゃんと合ってるとか、まあ、テーマ設定もそうでしょうし、まあ、自分が撮ったのを、まあ、色調を最後プリントする段階で操作をしたりとか、本当に、まあ、当たり前のことなんですけども、それがやっぱりこうちゃんとご自身の中でこう明確になってできていらっしゃる方はやっぱり目に飛び込んでくるというか、いい作品撮られる人がやっぱ多いなと思いました。で、今回自画像っていう作品が印象に入ってますけど、まあ、結構こうご自身の、まあ、セルフポートレート的なのを撮ってらっしゃる方って意外とこうこれまで数が少なかったなっていうことに気づかされて、やっぱりこう、まあ、裸で結構赤裸々に自分のことを撮られてるんですけど、なんかこう、まあ、昔からセルフポートレートは、ね、ある手法だと思いますけども、なんかこうやって、なんていうかな、いい作品に出会えて嬉しい気持ちになりました。